こんにちは。週刊中年ジャンプ編集長のストーンです。ということでですね、えー、今回はですね、このお金の勉強ですね、えー、お金のない人の特徴トップ5ということでですね、えー、5つに分けてですね、えー、お話ししていきたいなと思いますで。この動画をですね、ご覧いただくと、えー、どんなメリットがあるかって言いますと、えー、まずお金がですね、なかなか入ってこないよっていう方とか、 入っっててててきてもすすぐ出てってしまうとかですね、えー、そういった方ですねこれはなぜな,なぜなのかっていうのをまず理解していただいて、えー、お金の特徴とか性質っていうのをですね知っていただくということですねそれによって、えー、お金のですねもう入ってこない流れとかですねそういったものを、えー、改善できるということですねで具体的にじゃあどうすればいいかっていうこともお話ししていきますので是非最後までご覧くださいよろしくお願いいたしますはい、えー、それではですね前置きの方ですねお話ししていきたいと思います えまずですねお金の知識があるのとないのではですね、えー、お金を呼び込むかそれともですねお金に嫌われてしまうか、えー、ということにですね大きな差をもたらすすことだとだ思うんですね、はい、そしてですねお金の知識をつけるということは、えー、お金の特徴ですとかお金の性質っていうのをですね学んできたのかそれともですねなんとなく日常の生活で給料をもらって なんとなくを使っていくということを経験しただけなのかということにですね分かれてくると思います、はい、そしてですね基本的にはですね、えー、いくら稼いでいくら使ってきたかっていうことが、えーまあ、スキルとしてですね金額で示されるわけなんですね、はいえー、その金額という数値のですね大きい小さいが、えー、そのままですねお金のスキルという形で、えー、表されてくるんですね、はい えー、そしてお金を稼ぐということを知るということはですね、えー、その10倍稼ぐ10倍稼いで10倍使っていく人との戦いが始まるということになってくるんで、えー、最初のうちからですね、えー、勝てるということはなくてですねまあ最初は勝ち目がないというふうに思ってた方がいいんじゃないかなと思いますなのでここはですねあの真剣にに取りり組んでいいいく必要があるととうことになりますははい、はい、それではですね えー、お金がない人の特徴、トップ5のうちの1つ目ですね、えー。まず第1位、1位というか、まあ1つ目ですね。はい。こちらになります。えー、これがですね、お金が全てではないという人ですね。えー、こういう方はですね、お金には疲れずにですね、お金がこう、去っていくというか、入ってこないというかですね、そういうことになるのかなと思います。これですね、ちょっとわかりやすくご説明したいと思いますので、ぜひちょっと聞いてみてくださいね。はい。えー、例えばですね、 恋人ですとかあとはまあ会社でもいいかもしれないですね、えー、会社とかでですね「えー、もうあなたが全てです」って言われたらどうですかねあのー、まあ恋人とか奥さんですね「あなたが全てですよ」会社だったら「もう君がいないとこう回らないんだよこの会社」ってなった時ですね、えー、これどうですかねそれとは逆に、えーまあ、またね恋人とか奥さん会社からですね「まあ、あなたが全てじゃないんです」って 言われたらどうですかね、まあ、君がもう君が、ま、中心で回ってるわけじゃないんだよって言われたりですねした場合ですね、まあ、これを想像していただくと分かると思うんですけれどもまああのー、やっぱりね、えー、あなたが全てですって言われた方があいいですよねど,どう考えてもねそうなんですね。まあ、これはですね無数にある、まあ、事例の一つに過ぎないんですけれども、まあ、こういったことを踏まえてですね 発言とかですね、まあ、こう言ってしまうこのお金が全てではないって言ってしまう、こと自体がですね、えー、ま、お金が絶対にあなたのところにですね、やってこない理由になるのかなと思われるわけなんですね。はい。お金が全てではないという人はですね、えー、お金のそういったパワーですね、効果、だとかですね、発した言葉の、ま、責任を知らずにですね、えー、いるためにですね、お金が。 入ってこなかったり逃げていったりっていうことになるのかなと思います。まああのこういう,ふうに考えると分かりやすいんですけれども、やっぱりお金のことをですね、お金が全てですっていう,ふうに思ってる人とですね、そうでない人っていうのはやっぱり稼ぐ時も真剣さが違いますし、お金を使う時なんかもっと違うと思うんですよね。だからやっぱりこう真剣に考えているってことはやっぱりもうお金が全てですっていうふうに思ってですねいた方がお金にも好かれるし。 えーまあ、奥さんにもね好かれるんじゃないかなと思いますんで、えー、お金が全てじゃないよっていう口癖がある人はですね、えー、この辺をですね意識すると変わってくるのかなと思いますはい、はい、続いてですねお金がない人の特徴トップ5のうちの2つ目ですね第二個2個目ですね、えー、まずお金の勉強してからやりますという人ですね、えー、こういった方もですねお金に好かれないというかお金が、えー、去っていくという。 方の一,一人なのかなと思いますはい、えー、ちょっとお話ししていきますと、えー、まあ、実践なくして勉強なしということで,ですね勉強をするといってもですね、えー、まずはそのアウトプットをしないとですね、えー、先へ進まないということもそういう事実もありますはい、えー。例を出しますとですね自転車に乗るときですね、えー、皆さん自転車乗れると思うんでちょっと乗れたときのことを思い出してもらいたいんですけれども、えー、自転車ですね乗るときに乗る前にですね、えー、なんかこう 自転車の,この構造とかその遠心力タイヤが回ることによってこう倒れないとかですねそういったことは勉強しましたかねえしてないんですよね多分ね、うん、まずはこう乗ってみるということで,、えー、でちょっとね転んだりしたりしてですね、えーまあ、多少のねこうお父さんにこう後ろ押さえてもらったりとか補助輪つけたりとかですねサポートがあったと思うんですけど、まあ、そういうのは必要だと思うんですがまずは、えー、こう乗ってみるっていう行為がですね えーまあ、最大の勉強になるんじゃないかなと思いますはいえー、なので、えーまあ、多少の怪が大怪我はねよくないのでサポートは必要だと思うんですけれども、えー、まずはやってみるっていうことが重要なのかなとということでですね勉強してからやりますっていう机上の勉強をしてからよく勉強してから始めますっていうよりもまずはやってみるということなんですねでこの「勉強」っていうのは具体的に何かっていいますと、えー、まず商品を作ってみるっていうことだと思うんですね 商品を作ってみて、えー、それで集客をしてですね、えー、それでこの販売をするというこの3ステップがあるわけなんですけども、えー、まずはですね商品を作ってみるということですねまあ同時並行でもいいと思うんですね、えー、まずですね集客をしてから商品を作ってもいいんじゃないかなと思ったりするんですけども、えー、まあこの3つですねこれをまあ毎日やるような感じでですね、えー、常に考えているっていうことがもう最大の勉強になるんじゃないかなと。 まあ考えるるだけでやってみるってことですね、えー、例えば YouTube でこうやってみるとか、えー、そういうのがいいんじゃないかなと思いますあと一つですね、えー、資格にですね資格を取るということに偏重している人も、えー、稼げないの脳になっているんじゃないかなと思われます、はいえーまあ、稼ぐためにはですね資格はいりませんので、えー、資格を取る とということにですねお金を使っているようだとやっぱりこれ時間も無駄になっちゃいますし、えー、まずはですね100円でもいいんでそういう商品ですね商品を作ってみて売ってみるっていうことが重要になってくるのかなと思いますまあ、ということでですね資格はいりりまませんよととうことになりますですのでちょっとまとめますと勉強というのはですねまずやってみるっていうことが最大の勉強になるんじゃないかなと思います。 はい今回はここで終わりとなります、えー、残りの3つですね、えー、トップ5のうちの残りの3つですね、えー、こちらはですね次回の動画でお話をしていきたいと思います、えー、いかがだったでしょうか、えー、お金が全てではないという人ですとかあとはまずお金のことを勉強してから始めますという人はですねお金に好かれないというお話でしたが、えー、次回はですねどんな人がですねお金に好かれないのかまたですね、えー、どうしたらお金に え、好かれていくのかっていうのをお話ししていきたいと思いますので、えー、次回ですね、えー、お楽しみにお待ちください。はい。それではまた次回の動画でよろしくお願いします。